うんちっち。あー、ということで今回は不審者情報スペシャライズプラスインフォメーションというホラーゲームやっていきたいと思います。さあ、久しぶりのお猿さんなんですけど、これなぜお猿さん使ってるかと言いますとね、ゆきなちゃん24時間あのオンリーアップ生活っていうのやってまして、そのオンリーアップ24時間 TikTok ライブしてたんですけど、アカウント停止されました。もうね、よくわかんないんだよね、 TikTok ライブできない、過去実写ができないということは、もうお猿さん復活させるしかないよと思って、お猿さん復活させてやりたいと思います。不審者情報、どんな感じのホラーゲームなのか楽しみです。それではやっていきましょう。さあ、始まってまいりました。10月14日金曜日深夜0時38分、かなり深夜、今日もすっかり遅くなっちゃったな。あ、これ主人公ですね。この辺りは夜になると人通りも少なくてちょっと怖いんだよね。12時38分に早くお家に帰ろう。仕事帰りかしら。不審者ね。あ、これで移動ができますよと。なるほどなるほど。不審者情報って言うからにはね、多分なんか、あ、ありますね。最近変質者が出没しています。え、怪しい人を見かけたらすぐに警察に連絡を。北区自治体梅町警察協同組合、怪しい人を見かけたらすぐに警察に連絡を。え、変質者怖いね、変質者。まあ私は見たことないんですけどね。私昨日もここ通ってたんだよな。なるほど。いや、もうなんかさ、変質者とか言われたらめっちゃ後ろとか気になるんだけど、ここは大丈夫そうだね。今お家に帰ってるところだよね、多分。工事で通れなくなってる。あれ、工事で通れなくなってる。こっち側から行けってことかしら。遠回りにはなるけど、向こうの道路に渡らないとね。あそこに人いんじゃん。え、絶対女性がいい。お願いだから女性がいい。これ押すのかな。え、あいつがワンチャン変質者の可能性あるよね。通りすがり気をつけろ、主人公。青色だった。え、めっちゃ速くない、歩きか。悪い人ではなさそう。サバヤンさん、お主、よからぬものをまとっているようじゃな。くれぐれもお気をつけくだされ。それでは。え、ちょっと待って、何、幽霊でもついてるんですか。ねえ、サバヤンさん、待ってください。え、急に何これ。さ、変質者というかストーカーとかそっち系と見せかけての幽霊系のやつなのかな。こっち側も通れなくなってんじゃん。この音楽めっちゃ聞き覚えあるなと思ったら、私昔実況言ってたゴーホームっていうやつの BGM じゃない、全く一緒じゃん。これゴーホームが作者が作ったのかな。よからぬものがついています。え、もう普通に怖いやつ、これワンちゃん。幽霊？変質者？え、でも不審者情報ってことは多分幽霊じゃないと思うんだけど。あれが不審者？めちゃめちゃいかついミニバン通ったんだけど。え、ヤクザさんとかじゃないよね。主人公女性？襲われたりしないよね、これ多分。いや、12時半にさ、一人は怖いよ、男も女も限らず。大丈夫かな？ああ、びっくりした、ごめん、びっくりした。お前！ふざけんな、マッシュ！バチクソにビビっとんや、こっちとら！サバヤンさん、サバヤンさん、もうやめてよ、そうやって意地悪するのはさ、もうやめてよ、もう。はい、どうも皆さん、こんにちは、サバヤンゲームズでさーしゃー。怒ら、間違えた、誰誰誰、もう間違えた、怒られそうなんでやめますね、一旦。え、こいつが不審者？今回の、元凶はお前か？え、今の人何？それで済ませれる主人公が一番すごい。こっちを見てたよね。え、何？もうやめてよ。追いかけないでよ、もう。普通に怖いんだからね、私。自転車ある。もうこれ、もう接車しよう、接車。え、もう怖くない？今回のホラーゲーム、これ。誰かいる。女性だ。
しかもスタイルいい。こんばんは。自分、あ、レイコさんだ。知り合いか。今日も残業だったのかな。怖いから一緒に帰ってもらおう。レイコさん。レイコさん。え、レイコさん。どうしたんだろう。後ろを見て驚いてみたいだけど。これ後ろにいるやつ。いない。びっくりした。さっきの人これ。てか主人公身長高くない？高身長女子っていう可能性もありですね。男性の可能性もあるのか。サワヤンさんよりハゲてますね。ちょっと見比べてみようかな。どうです皆さん。どっちがハゲてますかこれ。どっちがハゲてるかな。サワヤンルーレットスタート。ビビ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 ビ。やめとこう、怒られそう。マジでぶん殴られそう。こんばんは。え、めっちゃ見てくる。お前マジ追いかけてくんなよ。さっきのおじさんだ。え、ちょ、あいつガチ怖いんだけど。シンプルになんでずっとつけ回してくるの。何これ。もういや、早くお家に帰りたい。え、もうやだ怖い。あいつが追いかけてくるとかマジ怖い。でも身長私の方が高かったからな。喧嘩は負けねえとこの野郎。さっきのミニバンじゃないこれ。車には誰も乗ってないみたい。え、じゃあ誰の。あの変質者のおっさんではなさそうだよね多分。いや、ワンチャンあるな。誘拐されるワンチャンこれ私。え、もうマジでいつ来るだろう。バス停だなここは。なんて書いてあるだろう。川北さいか。私のお気に入りの AV 女優じゃない。最高じゃねえか。あれ、何か落ちてる。レイコさんの家の鍵だ。さっき慌てたから落っこしちゃったのかも。家は確か対向車線に渡ってまっすぐ進んだとこにあったよね。レイコさんの家の鍵を拾った。レイコさんにお家の鍵届けるのかしら。レイコさん今頃多分困ってるぞ。でもさ、私に幽霊ついてるんでしょ。その幽霊が怖くてレイコさん私から逃げてったのに大丈夫なのかしら。対向車線渡ってまっすぐだよね。え、もうマジ怖い。やだ、久しぶりにやるな。やっぱね、ライブ配信でやるとホラゲは怖くないのよ。絶対なんか来ると思って私めちゃめちゃ警戒してたんだからね。そんだけに引っかかるわけないでしょ私が。なめんじゃねえぞホラーゲーム実況者セイティックは。もうなんか急に後ろにから襲われるとかマジ怖いからね私。こう見えても中身は乙女なんだから。やっぱ気になるんだよな後ろが。あ、レイコさんだ。うわお、横乳がよろしいことで。レイコさん、レイコさん、やっぱレイコさん、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 え、私そんなヤバい幽霊ついてんの。あとレイコさん白色でした。私は見逃しませんよそういうオーパンティーは。話しかける。気を失っているようだ。あれ、動かなくなった。見つけた。やばくね。に、逃げなきゃ。追いかけるの。やばいやばいやばい、やばい、一瞬でやられちゃった。マジ強いのあいつ。あいつ強いの。負ける気しなかったけどな私。目が覚めると私は病院のベッドの上にいた。やっぱり主人公女性なんだ。看護師さんの話によると町内会の方が見回り中に私を見つけ助けてくれたそうだ。私をつけ回していたあの男も取り押さえられ警察に引き渡された。ほっと胸を舐め下ろした。何してんだお前。あの時もし周りに誰もいなかったらそんな考えをすると。ってことはギリギリセーフだったってことかしら。え、クリア特典無限大。
逃げ切れそうだったもんね。あ、無限ダッシュ機能ついてるってことは確実に逃げれるじゃない私。この辺りは青、多分今さっきと同じミッションを繰り返して、さっき逃げ切れなかったコースをしっかり逃げ切れれば、おい、私ストーリー変わると思うんだよね。でもさ、捕まえられたのにさ、ハッピーエンドってことはさ、これ家に戻ったらさ、居場所突き止められてさらにヤバい展開になりそうな気がする。ほら、よからぬものをまとっているようじゃな。くれぐれもお気をつけくだされ。幽霊とかもさ、ワンチャン伏線回収するんじゃない、お家帰ったら。ってことはミッションがまだ3つとかあるのかな。最初の1つ目のミッションで私ビビり散らかして負けちゃったけど、このミニバンもさ、まだ伏線回収しないもんね。あ、おじちゃん見落としてたわ、私めっちゃ。そう、この足音マジ怖い。本当に怖い。いや、でももう逃げ切れる。で、レイコさん見つける。で、レイコさんが私の幽霊にビビり散らかす。で、レイコさんが家の鍵を落とす。レイコさん家の鍵を落とす。で、ここから BGM 3つに変わるんだよな。で、ミニバンある。ミニバン無視しよう、私も。どうせ誰もいないんでしょ。で、鍵がここら辺に落ちてるはずなんだよ。あ、バス停があって、で、この辺に鍵落ちるはず。あったあったあった。で、レイコさんの鍵拾う。で、向かい側のとこに行ってレイコさんを助けに行けばいい。てか、私を追いかけてんだよね、ずっと。これ、レイコさんのとこに行ったらまずくない？私、レイコさんの幸せを祈りたい系 YouTuber なのに。あ、で、これなんか来るんだよね、確か。あ、もうガン無視で行きましょう。しっかり覚えてます。なんかね、どういうタイミングでビビらせ要素が来るかも大体わかるのよね、ここまで来ると。で、レイコさん見つけました。レイコさん！どんだけ私の幽霊怖いね。完全に白色でした。見逃しませんよ。さあ、話しかける。気を失っているようだ。で、見つけた。わーって、ヒカキンさんも出てくる。見つけた。で、これで、まあ、ガンダするガンダ。マジガンダッシュします。スーパーガンダッシュ。後ろ振り向けれねえ。なんか落とし、危ねえ危ねえ。私天才じゃない。今さっきのアパートの鍵自分の落としたのか。ここだ、頭、ここここここ、一発クリア。危ねえ、今さっきよく気づいたの。私なんかチャリンって言ったんだよね。はあ、はあ、一体何だったの？思い出した。あの人、町内会の会長さんだ。会長さんが不審者だったなんて。とりあえず部屋で一旦落ち着こう。部屋汚な、マジで。家事とかができない系の YouTuber なのかな？まだ男か女かもわかんねえんだよな、主人公。いや、でも、男の変質者に追いかけられるってことは多分女性なんだろうけどさ。鏡だよね、これ多分。服だ。汚っ。めちゃめちゃ汚い。鏡、一緒、あー、足映ってる。白。めっちゃ足白い。青色のスカート履いてない？これ多分。え、絶対そうじゃん。だって太もも見えるもん。あ、マジ？女性これ。汚っ。こういう女性でも私は好きだけどね。これどうすればいいの？なんかある。日記帳。ついに待ち望んでいた日がやってきた。憧れのスクール水着の名手が手掛けた一品をついに手に入れることができた。丁寧に包まれたそのパッケージを開けた瞬間、私の心臓が激しく鼓動しているのを感じた。私は手に入れたスクール水着の質感に心を奪われている。これは私だけの特権ではないはず。私以外はこの素晴らしい質感を味わいたい。え、どういうこと？あ、どうやら他の人に素晴らしさを伝えられるために、SNS を利用して写真を入れる。マジ？これ確実に女性のルートじゃん。マジ？水着？ついに決断。私がこのスクール水着を着用して街をカッポすることで、多くの人がその素晴らしさに、マジ？私の近所をカッポしてください。お願いします。私が着用している水着を見て美しさと質感に歓喜することは間違いないだろう。めちゃめちゃうぬぼれてる。どれだけ素晴らしい持ち主なんだろう、肉体の。今日忘れない日となった。このスクール水着を人々に披露できた。マジ？
ぜひうちに来てほしい。深夜でもあったが出会った人々は驚きの称賛の眼差しで私を見ていた。だろうな。街灯の下、私の身にまとった水着はまるで月の水、雫内に輝いていた。明日もこの活動を続けようと思う。この行動が全ての人々の灯火になると信じて。探求水北郎62歳。ん？まあまあ、落ち着け落ち着けみんな。これ多分探求郎北郎62歳っていうのは多分、違うよね、さすがにね。違うよね、さすがに。お願いお願い、可愛い女性の水着が見たいです、私は。お願い、主人公が女性であることを私は強く祈ります。だってもしかしたら、水着着てる可能性があるでしょ、これ。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!